ん？何よ。ちっさ。ちっさかねえよ。飯でも食いに行く？うん、一人で行くね。シュタルク様、そっちは一旦置いておいて、こっちを手伝ってもらっていいですか？なあ、そのシュタルク様ってのやめない？シュタルク、さっさとこっち手伝って、早く。タメ口！あともっと愛想よくしてくれよ、傷つきやすいんだよ。めんどくさいな、こいつ。こいつって言った！フェルン、ちょうどいいところに、あの雲さ。この町で2年以上待つことになりそうだと言われたら、どう思いますか？え？嫌だけど。そうですよね、嫌ですよね。うん、何この人。シュタルク様、起きてください。寝たら死にますよ。けどほら、手は空いてるし。うん、うん。シュタルク様。あの雲、おっぱいみたいだ。エッチだった。違う、こいつガキなんだ。後でフェルンに教えてやろう。リアクションに困るよ。エッチすぎる。何なのお前ら。何この状況。本当だ、超冷てえでしょう。やめて。もういい、師匠のところに帰る。ひどい状況だな。お前は俺と違って根はいいやつなんだから、正直に気持ちを言えばいい。仲直りしたいのならちゃんと相手にそう話すんだ。ああ、分かってる。フェルンに謝るよ。シュタルクのことを嫌いか？なんでそんなこと聞くんですか？そう見えますか？もっと優しくして。ごめんよ。ここ1ヶ月地獄でした。ロギンのためだろ。すみませんでした。シュタルク様、プレゼントを選びに行きますよ。過去なんて関係ありません。私の見てきた戦士シュタルクは一度たりとも逃げ出していません。これはいけるのか。顔色をうかがいながらの3時間生きた心地がしなかった。かわいそうにな。気に入ってもらえたからよかったよ。あの衣装は鏡レンゲ、花言葉はクオンの愛情だ。この地方じゃあれは恋人に贈るものだぜ。買い直しましょうか。これはシュタルク様が一生懸命選んで私にくれたものです。二度とそんなこと言わないで。どうかな。似合ってない。ひどい。せっかく練習したんだしさ、踊ろうぜ。本当に似合っていませんね。もう付き合っちゃえよ。